犯罪をしてる人を捕まえるのが当然じゃないのって話なんですけども、これはですね、例えば国会議員の8割9割がみんな普通にしてるってことになると、これはしてもいいんだっていう監修が成立してるってことになるんですよね。だから法律ってこれしていいですよ、これはしちゃダメですよ。でもこういう事情があったらこれはしょうがないですね。例えばね、人を殺しちゃいけないわけですけども、例えば自分が殺されそうになったらね、目つぶってえいって物投げたらぶつかっちゃって人が死んじゃったって、これは正当防衛になる可能性もあるわけです。 よね例えばい,いくら法律がこうはダメですよって言っててももう8割9割何十年も普通にやっててみんな知ってて検察も知っててってなるとこのケースに関しては立立ししなないいととうが成ててるってことになるっこにわけですよでそこへですね検察が初めて知ったみたいな顔して「とんでもない捕まえるぞ」って「いやいやあんたたち20年前から知ってたよね」ってもし例えばそれを数年前に発動すれば安倍内閣を統括できたわけだし20年前に発動したら、えー、もっと別の内閣 投革を投革できたわけですよねだからなんか内閣をぶっ潰せるネタを検察が持ってるみたいな感じになっちゃいますよね次嫌な内閣出てきたらはーいって持ってったら任意の内閣を潰せるってことになっちゃいますよねそういうことなんですよだから一人二人がとんでもない犯罪したらそれを捕まえて当然なんですけども議員の野党まで含めてもう7割8割9割が20年間やってて 検察知ってるわけですからそれを今出てきて大型を振るうということは任意の例えば派閥を潰せる任意の内閣を倒せるってことになってだからあぶり出して結局ねこれ難しいのはまず事件が起きた時に逮捕するか逮捕しないかこれ検察の腹一つですよねまあ、普通だったら警察ですけども逮捕するかしないか次に起訴するか起訴しないかこれも検察の腹一つなんですよ。まあ反 してるし初回だしまあ今回は不起訴なのかちょっとこいつサイド悪いなと起訴しようっていうこともありますよねあと本人が罪を認めてたらじゃあ不起訴にしてあげると認めないんだったらじゃあ法廷行けやってこともあるわけですからこれも検察が決めるわけですよ起訴するにしてもどう起訴するかですね在宅起訴もあれば逮捕するってこともあるわけですからものすごい検察自体が最良の範囲があるわけなんですよねですからこの人は在宅不訴、層この人は習慣 ここのの人人はは無罪、この人は不起訴これ自由に検察が決められちゃうわけなんですよね。なので一応ね一般的には自民党ふざけんなと6年もないことしやがってということで検察頑張れということのようなんですけれどもよくよく考えていただきたいのはやっぱ三権の分立があり日本は民主主義国なので検察としてもやっ ここまで行くとね民主主義を歪めるっていうそういう線がどっかであるはずなんですねで、その線はここだって決めるのもまた検察だったりするんですけどもまずそういう線があるよと民主主義を歪めない程度にねしてほしいなと思うわけなんですでも今私が言ったようなことは誰も語ってないのよだからもう私がね検察に対して恨み節も何もないんですようちの父の時はね最初から無罪だということになりましたからねちゃんと父がお金もらって ませんと言って説明してどうぞ全部調べてくださいって言ったことを東京地検特捜部がね「ですね」ってやっぱりもらってませんでしたねって言って彼らは裁判所でね武田さんだけはもらってなかったって東京地検が言ってるわけですからねちゃんと見てくれたんだなと思ってそこはちょっとね私ありがたいなと。<laughs> だって特捜部の力を持ってしたら無罪の人を罪人に仕立て上げることできちゃうわけですからね。ちゃんとと理を見ようとしてくれたな いうううに思うわけなんですあとそれからある事件でねお金を貸した貸さないの話でね私東京地検特捜部から依頼があってね捜査に協力したこともありましたけど今年ねすごく丁寧に対応してくれましたそのけいいでしたよ別にね特捜部に対して私は何も恨み節も何もないんですけどもあんまりやると本当にね民主主義が歪むことになるので最終的にはもし本当に国民が安倍派許さねえってなるんだったら多分ほとんど次選挙で落ちるわけですからそれでいいんですよ。国民に 首を有権者に首を取らせた方がいいんですそもそもこのパーケンが何なのかとか裏金としてどうなのかっていうことをちゃんとやればいいんですよ。で多くの人はどう思うかですからね。なのでちょっとあんまり、ね、民間からね検察頑張れ頑張れみたいになってよっしゃーみたいになってですね結局特捜部が大型案件を狙う意味合いというのはちゃんととと仕事しててるるよよっていうここを世間にに示すすなるわけで,すよで検察がいてくれたおかげでここにメスが入ったとかね。というふうに検察ってやっぱり。 頑張っっててるよねねいうねそういうふうに多くの人にアピールするきっかけになるのでだから検察は特に特捜部は大型案件をなんとか形にしようっていうふうにですね前のめりになる性質は多分あるんだと思うんですね。というわけでまあね着地点が見えないですよだからまあ私が言ったことが行政権の限界の話ですけども行政権にも必ず限界がある権力って必ず限界があるんですけど行政権の限界っていう言葉があんま存在しないんですね司法権のの限界っっっていうのはさっき言ったね。 統治法理論でもう国際的な法理になってるんですけど行政権の限界。で行政権が あの裁判所によって最高裁によってね否定される場面はあるんですけどもこういう法理的に三権の分立上の法理上行政権はどこまでできるかできないのかっていうのはほとんど言葉にもなってないレベルなんで絶対にあるはずなんですよね。まずこれ誰も言ってないので1つでつすねあとそれから領収書のいいいらなな金っていうことなんですよなんでこういうことをするかというと全部収支報告書に載るものというのはガラス張りですからどのようにお金を受け取ってそれをどのように使ってでいくら残 全部ガラス張りなんですよねでも中には、まあ、どうしても表にね出したくない誰がどういう政治活動をしてるかっていうのが全部バレちゃうとテロの対象にも例えばねここの、ね、料理屋をよく使ってるなって分かればそこを襲撃すれば殺せちゃうわけじゃないですか。それ今のは極端な例ですけどもこんな人とこういう会合に出てこういう調査をしてっていうのが全部ガラス張りになっちゃうと こここれはこれはででですすねねやりにくいってことあるわけですよ、ね、そうするとちょっとガラス張りに出したくないお金の使い方っていうのをだから結局政治資金の問題が起きたから全部かけ使ったやつも全部かけ領収書も全部添付しろみたいな感じになってガラス張りになったのいいことはなんですけどもさすがにこれはちょっと使いたくないなっていうねどの会合に出てるとかね領収書があるとあこの会合に出たんだってことになりますからね。だからまあそういうふういいに全部ガラス張りとののも政治活動の権利 を害するっていうこれは一つ武田辻康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします、えー、本家武田辻康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね